はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。のっこ0927様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用に、させていただきたいと思います。9月27日生まれ、なんでしょうか、のっこさんは。今日4月6日、20時から、デイリーウィル YouTube ライブに出演いたします。youtube.com/@デイリーウィルと、見てね、よろしくお願いします。実はおとといですね、ウィルさんの本社、市ヶ谷にあるんですけれども、そこにね、お邪魔して取材させてくださいっていうことで、河野太郎に訴えられてるっていうあれですね。来月に発売されるウィル、月刊ウィルに間に合うのかな。いろいろ喋ってきたのは、そこで、記事になるみたいであります。こちらの方もよろしくお願いいたします。門田隆翔さん、不記載237万円の塩谷隆氏が離党勧告。その10倍の2728万円の萩生田光一が党の役職停止1年。先週の岸田&麻生&茂木三者会談で決めたと言われるこの恣意的処分に、3人との人間関係としか言いようがないと永田町。会計責任者が立件され有罪の岸田派で、年間7回も政治資金パーティーで騒ぎまくった、稼ぎまくった岸田首相にも処分なし。信じがたいと。これ処分が曖昧だっていう、恣意的だ。なんだか自分らには甘々で、岸田派処分されたのゼロだっていうから、自分らには甘々で、自分にも処分なしで、で、なんか仲良しは罰せずに、邪魔くさい人は処分して、それを岸田、麻生、茂木の3人だけで決めた、いうようなことを暴露してましたけれども、世論です。スターリンですから。総裁候補になりそうなものに党員資格停止で、総裁選の勝ちを狙う岸田の党内闘争にしか見えない。あ、そっか、処分を邪魔者排除に使ったってことですかね。処罰が恣意的すぎてまるで注目、財務省批判が多い人たちが重い罰。そうなの。岸田派に対する処分がないことが信じがたい。まあね、麻生、岸田、茂木で3人で決めたんだったら、長年財務大臣やってた麻生さんは財務省の味方でしょうし、岸田も財務省の言いなりだし、財務省の意見が強くなるのかな。日頃から減税なんて言ってる議員を重く処分したんでしょうか。岸田はダメだと思っていたけど、本当ダメだな。誰を残した方が得かしか考えていない。で、息子は飛車に復活と。岸田にとって目障りを罰して仲良しは罰しない、自分も含め岸田派は罰しないっていうことが外から見てもろバレってことですかね。それで非難ごうごうと。党内処分にしたのがそもそも間違いなんじゃないかなと、思うんですよね。これじゃ誰も納得しないっていうか、5年が時効だが5年前まで収支報告を修正できるっていう合わせ技で法的な責任問われないっていう、政治資金規正法がそもそもダメなんですよ。党内処分じゃなくてね、外に向けた罪滅ぼしやるべきだと。全員一律に罰金化して納めさせて国庫に納めるとか、全員何日か禁錮刑に服すとかね、自主的に、国や国民に対して申し訳ありませんでしたってアクションすべきじゃなかったのかな。まあボンクラ岸田がそんなと思いつくわけないけどね。東洋経済、裏金議員に甘すぎる処分で墓穴掘る、際立つご都合主義で打ち毛羽、政権危機拡大。門田さんが指摘したようなこと、記事にしておりましたけど、東洋経済嬉しそうですねなんだか、門田さんの指摘通り、ですな。なんだかあれだって、処分された方も不満だって、不満がある。なんで俺がこんなっていう、世論です。無能中の無能、身内同士によるクソの投げ、政治資金パーチーは中国人、うじゃうじゃ、身内に甘々処置だけで法的罰則が一つもないと。事情はさようがないですな。私、岸田だったら裏金が発覚した80人全員に一律の処罰下すけどな。罰則に強弱つけたのが
政治センスなさないとこだよな。しかもその強弱の基準がですね、説明不足でよくわかんない。塩谷義雄がですね、独裁だって文句垂れてましたけどね。処分内容は岸田麻生茂木の密室会議で決まったそうで、ここら辺もあの処分された側に不満が出るところですね。一般人なら売上ごまかしの脱税で追徴課税なんですよね。党内処分でぶーたれてんじゃね。党内で処分された議員も甘えんだって、いや一般人だったらもっと重いわって、脱税だって、立件された議員もですね、罰金100万円とかで済んじゃいましたよね。立件される基準も不明瞭だったし、あの人は立件されない、あの人は立件されてる、不明瞭、国民としては甘すぎると感じます。岸田、自分の責任は最終的には国民党員に判断してもらう。非難合合自民参院中堅、なぜ自分の責任は国民に問えばよくて他の人は処分なのか、ついていけないと。二階派若手議員、首相が責任を取ってやめるしかない。立憲泉健太、開き直ってる。民民新葉和也幹事長、そんなずるい発言はないと。国民判断っていうなら今すぐ解散総選挙やれ。岸田を辞めさせなくてはならない。解散せずに判断させない何としてでも総理の椅子にしがみつこうとしていて醜いと。岸田派にも3000万円の不記載裏金が存在したが、処分されたのは岸田も含め皆無と。この辺も不満なんでしょうね。他は処分で自分は国民判断かって。今年9月の総裁選まで意地でも解散せずに総理にしがみつくと予想します。自分が総理のうちにですね、国政選挙がなければ国民の判断を、示す機会もないから、結局責任問われないことになりますもんね。国民が判断を示す機会が選挙ですから、岸田がそこまで考えてこう言ってるとしたら相当な策士だな。こういう姑息で卑怯な立ち回りに全能力が特化してて、政治センスゼロなのはそのせいなのかな。新葉幹事長はずるいって言ったのもうなずけますね。全国難民弁護団連絡会、全難連っていうところあるらしいんですけど、日本に住む多くのクルド人が真に難民であることの理解と隣人として受け入れることを求める呼びかけを掲載いたしました。日本のあのクルド人は真の難民なんだって。世論です。川口市民に聞いたらどうだ。弱者のふりした経済難民だろ。まずは日本の法律を守れ。嫌われるには嫌われるだけの理由がある。住民が苦しんでんだぞ。たとえ本物の難民でっても日本に害をなす存在であれば滞在を許可してはならない。人に頼む前にお前たちがクルドと暮らしてみろと。クルドトルコ人、クルド人はトルコ政府にパスポートもらって何かあるとトルコ大使館に保護を求める。どこが難民なんだって言ってましたよ。だいたいあの日本に飛行機で来れるだけで難民ちゃうよね。クルド人国会議員は61人もいるんだって。一大勢力やんけ。公明党や共産党より多くない？よってクルド人は真の難民は嘘です。大嘘です。難民でも何でもありません、あいつら。自民党和田政宗も同じ嘘ついてましたけど、多分パーケンしこたま買ってもらってんでしょうね。まあいいよいいよ。難民申請に金がついて、新しい入管法6月10日から運用だからどんどん減っていくから、まあクルドの問題は聞かなくなってくんじゃないですか今後は。日本政府、台湾地震支援金として1億5000万円を拠出すると発表。1500億円じゃねえのかって我が目を疑いました。私、世論です。しょぼくね、少な、岸田のポケットマネーから出すんかーい。こんな額を大々的に発表しちゃって恥ずかしくないのか。ウクライナには1兆円ポンなのにしみったれてるだな。自民の裏金より少ないじゃん。ケチすぎて恥ずかしいんじゃボケあんま出すと中国様に怒られるって中共の犬の河野太郎が止めたんですかね。台湾有事は日本の有事とかよく言えたもんですね。麻生さんが言ったんですけど、向こうはたくさん災害支援してくれてるのにね、災害支援なんかしたこともないウクライナには 1兆円以上くれてってんのにね。やっぱりこれ中国に気兼ねしてストップかかった、政府内でストップかかった。
としか思えないんだよな私には、河野太郎がシャシャリ出てきてギャーギャー言ったとしか思えないんだよな私には。その他のニュース、介護、農業、運送業など不人気職に今後5年間で82万人の外国人を輸入すると発表した中で、トラックドライバー枠は2万5000人と判明いたしました。無保険で事故を起こして賠償せずに帰国して踏み倒す未来が見えます。1台ずつ交互に合流するなど譲り合いっていう概念全然ねえやつが運転して首都高が大混乱になる未来が見えます。自民党公明党ろくなことしねえなー。川勝静岡知事辞任の理由としてですね、リニアの問題で大きく動き、ここで仕事が一段落した、2027年の開業を断念しますって JR が発表したこと、静岡県牧之原市杉本菊雄市長、リニア潰すために知事やってたんか、それ犯罪じゃね、言ってしまいました。川勝に投与してそれ支持してた静岡県民が多かったんだから、まあこういう結果になったのもしゃあないですね。川勝はですね、リニア事業を7年間停滞させることに成功したから、日本より先にリニア通して世界初って言いたい中国共産党に褒められますね。ご褒美にですね、北京の大学の非常勤教授になれて、北京のホテルで変死体で発見って、それ朝日新聞の若宮慶文やないかーい、吉文っつうのかな、若宮、朝日新聞の主筆の若宮、パヨったご褒美にですね、中国共産党からですね、北京の大学の非常勤教授の職をもらってですね、北京のホテルで、なんか知んないけど死んでたみたいなことがあったんですよ。皆さんご存知でしょうかね。パヨのご褒美は大学教授になれるっていうですね。共同通信英語版で、福島原発処理水を福島水、福島ウォーターと表記し風評加害していました。まあウイロー通信がですね、まともな記事書くわけないですけどね。私が生きてる間に共同通信の倒産が見たいものであります。韓国人の胃がん発生率は米国人の約10倍でもちろん世界一。原因はキムチの食いすぎでしょうな多分ね。よかったじゃん世界一取れて、他の分野ではなかなか世界一になれないもんね。ああよかったよかったと、というわけでチャンネル登録よろしくお願いします。今日のデイリーウィルの生放送見てね。デトックスジャパン。